はじめまして、ベリーダンサーの田津子です。私が提唱するナチュラライズベリーダンスは、自然にあふれる動き、円、スパイラル、8の字、この3つの動きに重きを置いて踊るベリーダンスです。この3つの自然にあふれる動きとは、常に循環して流れる動きです。この流れる動きに身を任せて動いていくのが、このナチュラライズベリーダンスの大きな特徴です。力を使って動かすんではなく、しっかりイメージをして、そのイメージに合わせて体を動かしていく、これが一つのプリンシパルになります。それでは一緒にレッスンを始めていきましょう。はじめに、ベリーダンスを踊る上で大切な5つのウォームアップエクササイズを行っていきたいと思います。ではまずはじめに呼吸から入りたいと思います。ナチュラライズベリーダンスでは、下から上へ、内から外へと、すべての動きを行っていきます。呼吸も同様に、下から上へ、内から外へと呼吸していきます。では始めていきます。胸とお腹に手を当ててください。目は軽く閉じて、自分の呼吸にまずは集中していきます。大きく吸って、吸う息、体いっぱいに取り組んでいきます。で、吐く息でお腹、胸、体、全身ぺったんこです。吸って、円吐きます。吸って、円吐きます。で、呼吸が落ち着いてきたら、意識を先ほど言った下から上へ、内から外へと変えていきます。お尻から吸って、背骨を通って頭から吐いていきます。もう一度大きく吸って、円吐きます。円吸ってアップ、円吐きます。ダウン。呼吸をするごとに、背骨がどん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 上へ上へと伸びていくイメージを持ってあげてください。円吸ってアップ、背骨がどんどん上へ上へ伸びていきます。吐く息で力が抜けていく。でも頭からぐーっと吐く息、遠くへ遠くへ、上へ上へ引っ張られていきます。円脱力。もう一度アップ、吐きます。ラスト1回アップ、円脱力。大きく吐き切ったら、もう一度胸とお腹に手を当てて、静かに深呼吸します。ご自身の呼吸に意識を向けていきます。吸った時、自分の体がどうなるのか観察してあげてください。また吐く息で、体がどういうふうに動いていくのか観察してあげます。
リリース。静かに目を開けてあげます。以上、ナチュラライズベリーダンスの独特の呼吸方法でした。ヘリックスです。ヘリックスという言葉は螺旋という意味があります。螺旋を描きながら頭から胸、胸からお腹へパワーを落としていきます。最後落としていったら、お腹に蓄えた力をもとに上へ上へと上がっていく動きになっていきます。それではやってみましょう。では胸とお腹に手を当てます。で大きく深呼吸していきます。先ほどのブリージングを意識していきます。お尻から吸って頭から吐いていく。もう一度大きく吸って吐きます。次の呼吸とともに頭を回していきます。頭の重さを利用しながら大きく大きく頭を回していきます。だん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 大きな円に螺旋を描いていきます。今度は胸を中心に大きく回ります。次はお腹を中心にさらに大きな円を描いていく。上半身全身回していきます。頭から胸へ、胸からお腹へと力を下ろしていっています。今度は反対です。お腹に蓄えた力パワーに変えてアップ。反対回り。呼吸は贅沢にし続けてあげます。呼吸は絶対止めないようにしてあげてください。で次は胸を中心に今度は頭です。頭下でストップ。大きく吸って背骨長く頭が引っ張られていくようにして吐いていきます。もう一度大きく吸って吐きます。次はしなやかな背骨を作るエクササイズになります。背骨にはたくさんの神経が通っています。この背骨を動かすことで自律神経を整えていきます。それでは始めていきます。まずは大きく呼吸から大きく吸って背骨長く吐く息で背骨を丸めます。おへそを覗き込むようにしてイン、吸ってセンター背骨長く、吐いてアウト背骨を反っていきます。吸ってセンター吐いてイン。吸ってセンター背骨長く、吐く息頭からです。吸う息はお尻から、吸ってお尻から背骨を通って頭へ、吐く息でイン。背骨丸めます。吸ってセンター吐きます。吸ってセンター
で、静かに吐きます。で、今度は頭を落とします。頭を重たく重たく重たく下へ下へと沈めていきます。頭についていくようにして背骨は丸まっていきます。下まで行ったら頭からアップ、背骨一個ずつ一個ずつ反るようにしてセンターへ戻っていきます。エンダウン、背骨を丸めます。一個ずつ一個ずつ、エンアップ。呼吸は忘れずにしっかり贅沢に贅沢に呼吸していきます。エンダウン、エンアップ。一度大きく深呼吸。先ほどのボディーウェーブでは背骨を縦方向へと動かしていきました。今度はサイドトゥーサイド、背骨を左右へ揺らしていくエキササイズに移っていきたいと思います。まずはじめに肋骨ほぐしてあげたいと思います。肋骨、自分の肋骨を物理的にマッサージしてほぐしてあげてください。で、反対、でほぐれたら一度大きく吸って吐く息で遠くへ遠くへ、指先遠くを通ってストレッチ。この時側筋ではなく肋骨を伸ばしていきます。肋骨がストレッチするところをしっかり探してあげてください。で、顔は天井です。で、ここで大きく深呼吸、大きく吸って吐きます。吸って、吐きます。リリース、反対、で吐きます。顔は天井、先ほどと同様に肋骨部分、肋骨の骨と骨の間を伸ばしていきます。顔は天井を向いて大きく深呼吸、リリース。今度は自分の肋骨をハグしてあげます。ハグしたら肋骨を8の字に揺らしていきます。肋骨を8の字に動かすことで背骨が左右にしなやかに動いているのを感じることができると思います。背骨の動き感じてあげます。右へ、円左へ、呼吸は止めずに円右、円左、右、慣れてきたら手を離して、手を遠くへ、右へ、左へ、右、左、大きくセンター戻ったら吸って、吐きます。ウームエイトのエキササイズに入る前に股関節を少しほぐす運動をしていきたいと思います。左足を広げます。
で右足は内側へ曲げていきます。この状態で股関節前へ後ろへ骨盤を動かすことで緩めていきます。前へ行くときに息を吐きます。吸う息でリラックス、呼吸とともに骨盤を前後へ、股関節緩めていきます。で反対、今度は右足を伸ばして左足曲げていきます。同様に前へ後ろへ、吐く息で前、吸ってリラックス。で今度は両足を広げていきます。両足を広げたら骨盤を立てます。大きく吸って吐く息で骨盤を前へ、吸ってリラックス。もう一度吐く息で前へ、吸ってリラックス。もう一度前へ、リラックス。今度サイドです。右の足に体重乗っけて、左足は遠くへ遠くへ、股関節をぐーっと引き合うようなイメージです。リリース。反対も左の足に体重乗っけて、右足は遠くへ遠くへ、ぐーっと伸ばしていく。リラックス。反対、もう一度右、股関節を広げていくようなイメージ。リリース。反対、リリース。今度は回していきます。前から右、リラックス、左、前、右、後ろ、股関節これでずいぶん柔らかくなっていくと思います。で反対、余裕がある方はつま先は遠くへ遠くへ伸ばしてあげます。つま先を伸ばすことでさらに負荷がかかってストレッチ感じやすくなると思います。横から見てみましょう。横から見たときに骨盤がこういうふうに寝ないように、しっかり骨盤は立ててあげます。立てた状態でさらに前へ倒していく。骨盤が寝た状態で行うと上半身のエクササイズになってしまって、股関節に全然効きません。しっかり骨盤を立てること、こちらを意識してエクササイズ行っていってください。さあ実際にウームエイトの動きに入っていきたいと思います。軽く足は開いてあげます。楽な体勢で大丈夫です。開いてあげて前の方へ重心を持っていったら、骨盤をイン、後ろでリリース、前でイン、後ろでリリース。骨盤を8の字に描いていきます。この動き、子宮を温める効果があるので、生理痛の方、腰痛の方、すごい効果的です。楽に楽に8の字を描いていきます。イメージは8の字。アップ。イン。リリース。8の字を描いていく。分かりにくい方は自分の骨盤をしっかり触ってあげると動きがより分かりやすくなると思います。
で、こちらのウーム8という動きは実際にベリーダンスのテクニックとしても使われていく動きです。テクニックとしてのウーム8の動きは後ほどしっかり練習していきますので、ここでは骨盤を8の字に気持ちよく動かすイメージで行ってあげてください。最後にヒップサークルというエクササイズをしていきます。ヒップサークルのエクササイズに入る前にまずはお尻をほぐしていきたいと思います。膝立ちになって右のお尻から地面にクリ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 マッサージしていきます。反対もお尻残りは腰痛の原因にもなっていきますので、しっかりお尻ほぐしてあげてください。この体勢で楽な方、もっと負荷をかけたい方は足を浮かせます。地面から足を離した状態でマッサージしてあげます。するとよりたくさんの負荷がかかってマッサージ効果も大きくなっていきます。で、反対もで、センター、仙骨の方もマッサージしてあげます。ここ、仙骨はちょっと骨になるので、痛い方も多いと思います。1枚タオルを引いたり、ヨガマットを引いてやってあげてください。で、今度はお尻のストレッチです。左足が内側、右足が外側になるように足を組みます。で、右手で右の膝を押さえたら大きく吸って、吐く息で左へ倒れます。右のお尻ストレッチで、大きく深呼吸します。リリース。足組み替えます。右足が今度は内側、左足が外です。で、左の膝押さえたら大きく吸って、今度は反対右へ、左のお尻のストレッチです。大きく吸って、大きく吐いていきます。リリース。ヒップサークルはベリーダンスのテクニックでも出てきますので、こちらではあくまでもエクササイズとして気持ちを一番最初に考えて動いてあげてください。そのままです。ヒップを回していく動きです。前から右へ、後ろへ、左、前、右、後ろ、左、大きく大きく。お尻を回すことでお尻に蓄えられているエネルギー目覚めさせて、体全身に巡らせていきます。反対も前から、左、後ろ、右、前、左、後ろ、右、大きく大きく。お尻のストレッチも感じながら、呼吸はしっかり、贅沢に呼吸をしながら大きく回していきます。 OK。これでウォームアップエクササイズはおしまいです。ここで行った
一連のムーブメントはこれから始めるベリーダンスの動きにとても重要な役割があります。ぜひ続けて行ってみてください。ナチュラライズベリーダンスでは基本のムーブメントをナチュラルムーブメント、それからアトラクティブムーブメントの2つに分けて行っていきます。ナチュラルムーブメントでは円、8の字、それから螺旋を描く運動で行います。もう一つのアトラクティブムーブメントではフェミニンで挑発的な動きを中心にやっていきます。ナチュラルムーブメント、アトラクティブムーブメント、2つのムーブメントで重要になってくる基本姿勢をまずは学んでいきたいと思います。基本姿勢には2つあります。フラットポジションとキャットポジション。まずはフラットポジションから始めていきます。足を軽く開いていきます。目安としては拳1個分ぐらい足を軽く広げてあげます。で、横から見たとき大抵の女性は腰の筋肉が強いので反ってしまいます。反らないように腹筋を一つスーッと引き上げてあげる。腹筋と背筋両方で背骨をサンドイッチして骨盤を立たせた状態でリラックス。肩は軽く力を抜く程度で大丈夫です。前から見るとこういう姿勢です。次はキャットポジションです。キャットポジション、かかととかかとを つけてハの字にします。で、左のかかとの延長線上に右の指先がつきます。で、この時横から見てください。膝から下がまっすぐ降りていることを確認してあげてください。膝下長く、こうでもこうでもないです。真下へ下ろしてあげます。で、先ほどのフラットポジション同様に腰が反らないようにしっかり腹筋入れて骨盤を立たせてあげます。前から見たときはこういう感じです。で、このとき初めは大丈夫なんですが、レッスンを続けていくとだんだん疲れてきて腰が開いてきます。お尻に体重が乗るようになってきてしまいますので、しっかり骨盤の下に足が来るようにお尻はしまってあげてください。で、反対も同様です。右のかかとの延長線上に左の指先があります。で、お尻が出ないようにしっかりコンパクトにお尻をまとめていきます。骨盤はタックイン。横から見た時は膝下長く、骨盤は立てます。お腹と背中両方で背骨をサンドイッチ、しっかり背筋を正してあげます。で、肩の力は軽く抜いてリラックス。これがキャットポジションになっていきます。エネルギーはすべて下から上、内から外です。そのイメージをしっかり持った状態でハンドフローやっていきます。キャットポジションで行っていきます。キャットポジション、アップ、目の高さでクロス。クロスしたら水面に波紋が広がるように指先を遠くへと、エンドアップ、クロス、指先丁寧にうねらせてオープン、エンドアップ。指先は常に柔らかく内から外へと
動かしていきます。エンドアップ、目線は指先です。で、今度はサークルです。内から外へ、内から外へ、で、首を回していく。もう一周。ラスト。ケーリース、反対足変えます。右足軸にキャットポジション、大きくステップ、目の高さでクロス、エンドオープン、内から外へ、指先へと伝えていく、アップ、エンドクロス、エンドオープン。アップ、クロス、エンドオープン。ラスト1回。で、今度はサークル、内から外へ、内から外へ、柔らかい円を描いていきます。ラスト1周、アップ、指先の力は抜いてあげます。手首で回した力を指先へと届ける。ケイリース、今度はフラットポジションで行います。上にアップ、目の高さでクロス、エンドオープン、目線は指先です。アップ、エンクロス、水面に広がる波紋をイメージしてあげてください。動かそうとするのではなく動いていく、エンドアップ、エンクロス、エンドオープン。エンドアップ、ラスト1回、クロス、エンドオープン。今度はサークルです。内から外、内から外、手首を回していく。ラスト1回。肩を大きく吸ってリラックス、吐きます。スネークアームです。スネークアームはベリーダンスの独特な動きの一つになってきます。それでは始めていきます。まずは背骨を左右へ動かしていきます。ウォームアップエクササイズ3で行ったサイドトゥーサイドの背骨の動きです。足の裏から背骨を通って頭から出ていく。今度右足から背骨を通って頭へ、背骨を左右へ、体を合わせていきます。
足の裏、左足の裏から入ったパワーが背骨を通って頭から出ていく。出てった力、今度は右足から入ります。背骨を通って頭から出ていく。反対同様にもう一度、左の足から背骨を通って頭から。大きな大きな八の字が描かれていくようなイメージです。右、左で、今度は右足から背骨を通って頭と指先へと流れ出ていきます。反対、指先と頭へ。足の裏から指先と頭へ。指先は遠くへ遠くへ遠くへと届けていきます。足を閉じます。足を閉じても同様、指先は遠く、右手と左手は常に対照的です。決して交わることのない二つの手。リリース。スパイラルアームです。名前の通り腕を螺旋状に動かすムーブメントになっていきます。ムーブメントに入る前に肩甲骨のエクササイズを一つ入れたいと思います。キャットポジションを取ります。肩甲骨右から前へ回します。右、左、右、左、右、左。今度反対回し、左から後ろへ。2 3 4 5 6 7。今度前に倒れます。1 2 3、左からアップ。1 2 3 4、もう一度前、ダウン。2 3 4、反対アップ。1 2 3 4、手伸ばします。同様に右肩回す、左肩、右、左、右。まずは肩甲骨を意識して動かします。左、右、左。 OK、 リリース。今度右手いきます。右手、肩甲骨、肘、手首、指先の順に回していく。もう一度、肩甲骨、肘、手首、指先。内から外へ。もう一度。肩甲骨、肘、手首、指先。大きな螺旋を腕全体で描いていきます。で、反対、足も変えます。肩甲骨、肘、手首、指先。肩甲骨、肘、手
手首、指先、内から外へと螺旋を描いて指先へ。この時肩甲骨の動きとても大切になってきます。肩甲骨を大きく回すことで最終的に手首も大きく回っていく。逆に小さなスパイラルを描きたい時は肩甲骨を小さく回していく。軽量手で行います。フラットポジションタックインします。で右、左、まずは大きく3右、左、右、左、右、左、小さくしていきます。肩甲骨の円を小さく、肘も小さく、手首も小さく、指先も小さく、左も小さく小さく小さく、指先、続けます。右、左、右、左。この時バストのアンダーよりも肘が下がらないように、バストのアンダーより上でサークルは描いていきます。先ほどのスネークアームと少し似ている動きになりますが、全く別物です。違いをしっかり見極めてください。 OK、 リリース。チェストサークルです。名前の通りチェストを回してサークルを描いていくムーブメントになります。チェストは背骨の動きにとても敏感に反応していきます。ちょっとこの動きがやりにくいなと思った方はウォームアップエクササイズの3、リブケージ、肋骨のマッサージとストレッチ、こちらを入念に行ってみてください。これをやることでチェストのサークルだいぶ動きやすくなっていくと思います。それでは始めていきたいと思います。とチェストサークル、これは NG です。肩を使ってやる動き、これは NG。 しっかりチェストだけ、肋骨を回して行っていきます。そのために肩の力が入らないように肩の動きを制限していきます。5本指しっかり閉じます。閉じた状態で床に平行、骨盤の下、股関節の方へ手を当てていきます。この状態が前から見るとこうですね。この状態で肩がロックされて全く動かなくなってきます。この状態で行っていきます。まずはアップダウンから、チェストをアップ、ダウン、アップダウン、アップダウン、アップダウンで、だん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 きついのでこの手がこうやって開いていっちゃいます。しっかり5本指閉じて股関節へしっかりくっつけてあげます。手のひらは床に平行です。もう一度いきます。アップダウン、アップダウン、アップダウン、アップ、エンダウン。OK、今度はサイドに動かしていきます。手はそのままキープです。この状態でチェストを右へスライドしていきます。右へスライドしていくとき、ここの筋肉、腹斜筋といわれる筋肉をプッシュ。反対の腹斜筋は縮めます。チェストをスライド。反対も。スライド。今度は右の腹斜筋を伸ばしてストレッチ、左を縮めていく。もう一度
右、左、右、左、スライド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 、手はしっかり固定です。肩を動かさない。しっかり肋骨を意識して動かします。肋骨をスライド、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 スライド。今度ボックスいきます。上にアップ、右、後ろ、左、アップ、右、後ろ。これをつなげてサークルです。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。反対のボックスいきます。アップ、左、後ろ、右、and up、 左、後ろ、手はしっかり閉じる、アップ、左、後ろ、OK、回します。 1 and 2 3 4 5 6 7 8。手を離します。手を離した状態でも全く同様です。肩の動きしっかり固定です。肩を使わない、肋骨意識していきます。アップ、右、後ろ、左、アップ、右、後ろ、け回します。ワン、ツー、スリー、and 4。反対のボックス、アップ、左、後ろ、右、アップ、左、サークルしていきます。 and 1 and 2 3 and 4。 OK、 リリース。チェストホイールです。先ほどのチェストサークルは横方向に回していきました。今度は縦方向にチェストを動かしていくムーブメントになっていきます。こちらも先ほどと同様にウォームアップエクササイズ3の背骨の流動性、このエクササイズ覚えてますか？すごく大切になってきます。ちょっとうまくいかないなと思う方はそちらを復習してみてください。それではいきます。横向いてあります。チェストダウン、アップ、バックしてダウン、アップ、後ろ、ダウン、アップ、後ろ、ダウン。見ていただけると分かるようにチェストを丸く丸く動かしているのですが、背骨が滑らかに動いていくのを同時に見て取ることができると思います。チェストだけではなく背骨の動きにもしっかり意識してあげます。で、ここはほっといても肩使わないので手はリラックスで大丈夫です。先ほどの姿勢を取る必要はないので、リラックスした状態でチェストを縦方向に回していって背骨うねらせていきます。で、この時頭なるべくフラットな状態で、頭の上に何か乗せても落ちないようなフラットな頭をイメージしてあげます。こういうふうにならないように頭はフラットです。ダウン、バック、ダウン、アップ、エンドバック。前から見ると
こういう動きになってきます。ダウン、スクープ、すくってアップ、落として、またすくい上げる、円の落とす、車輪のようなイメージです。ダウン、アップ、バック、ダウン、アップ、バック、オッケー、以上です。とてもベリーダンスの中で代表的な動きの一つであるビッグヒップサークル、やっていきます。ヒップを大きく回して、この後行っていくアトラクティブムーブメントにあるツイストを入れたり、趣味を入れながらやるといろんな表情ができる基本の動きになっていきます。では始めていきたいと思います。肩の下にかかとが来るようにワイドに足を広げていきます。この状態でお尻をクッと締めて前へ骨盤を突き出します。反対に今度は後ろへ骨盤を押し込んでいく。もう一度前へ。お尻は常に締めた状態です。円の後ろ、横から見てみましょう。横から見たらお尻をちゃんとクッとほっぺたとほっぺた一つにします。締めた状態で前へプッシュ、骨盤を前へ、後ろへ骨盤を押し込む、円前、円後ろで、この時体重は前に行った時にはつま先の方へ体重があります。お尻後ろの時はかかとに体重があります。もう一度前、体重はつま先、後ろ、この時はかかとに体重があります。でサイドに行きます。骨盤を右へプッシュ、左の足が浮くぐらいプッシュ、体重はもちろん右足です。反対、左へプッシュ、体重は左足、もう一度向き、円左、右、円左、回していきます。前、右、後ろ、左、前、右、後ろ、左で、この時お尻、特に後ろにお尻を持っていた時にお尻の力抜けやすいです。しっかりキュッとお尻を締めてあげてください。お尻が抜けると自然に腹筋も抜けてしまって腰にすごい負担がかかります。腰に負担がかかった状態でヒップサークルやるともちろん腰が 痛くなる原因になりますので、しっかりお尻は締める、腹筋も支えてあげます。で大きく回していく。反対、重心移動も意識してあげてください。お尻右、体重も右です。お尻が前の時、体重も前、左の時も左、後ろの時もかかとに重心があります。重心をうまく移動することでより大きなサークルがお尻で描けます。で前からも右へ、ワン、エン、トゥ、スリー、エン、フォー、反対、
3 and 4。決定をつけていきます。前でオープン、後ろに行くときは手をクローズして胸をちょっと隠してあげます。 and open and close and open and close。 反対、 close and open close and open。 ラスト1回 closeAnd open。 スモールヒップサークルです。先ほどのビッグヒップサークルのちっちゃいバージョン、スモールバージョンです。ただちっちゃくするだけなのですが、少しだけ筋肉の使い方が変わってきますので、しっかり学んでいきましょう。まずは前後へ、先ほどと同様です。お尻をしっかり締めた状態で骨盤を前へ、骨盤がちょっと分かりにくい方はおへそを前へ出すイメージで結構です。反対、後ろへ。この時も骨盤を後ろへ。分からない方はおへそを下へ下へ、後ろへ後ろへ沈めるイメージです。もう一度前。お尻はデロデロにならないようにしっかり締めてあげます。後ろ、前、後ろ、横から見ていきます。前、後ろ、前、後ろ、骨盤がそのまま前へ移動していること、後ろへ移動していること、しっかり見てあげてください。前、後ろ、前、後ろ、前、後ろ。今度サイドに行きます。右へプッシュ、骨盤を左から右へ押し出していく。反対に、左に右からプッシュ。もう一度プッシュ and プッシュ。この時腹斜筋という筋肉をすごい使っていきます。プッシュしたら腹斜筋をこれでもかというぐらい伸ばして、遠くへ遠くへ骨盤を押し出していきます。反対、プッシュ、左の腹斜筋を伸ばしてあげる。And 右、左、右、左、右、左、ヒップをスライド、スライド、スライド。スライド、スライド、スライド、スライド。計ボックスいきます。前から右、そして後ろ、左へ。しっかり体重移動も意識していきます。後ろに行くとき、かかとへ重心が、左へ行くときは左、前に行くときは前に、右に行くときは右に重心が、体重が乗っかっていることをしっかり意識していきます。反対、反対も同様です。足の裏しっかりイメージしてあげてください。前、左、後ろ、右、前、左、後ろ、右、前、左、後ろ、右、前、
左、後ろ、右。ヒップリング、この動きは先ほどのスモールヒップサークルにすごくよく似ていて、多くの人が混乱する動きです。まずは違いを見てみましょう。こちらが先ほどやったヒップサークルです。スモールヒップサークル、ヒップリング、こういう動きになってきます。私はこのお腹の中に水晶玉があって、その水晶玉を落とさないように落とさないように転がしていくイメージを持って骨盤を動かしています。それでは細かくレッスンしていきます。まずはよくこれも出てきてますね、今までのレッスンで。イン、アウト、イン、アウト、骨盤をイン、リリース。ウーム8でもよく使われている動きです。骨盤をイン、おへその下からつられているようなイメージです。リリース、イン、リリース、イン、リリース、イン。この骨盤をインするイメージがちょっとつきにくい方は、尾低骨、尾低骨を丸めるイメージ、丸めるイメージで尻尾を丸めていくようなイメージで骨盤を後傾させる、インしていくと分かりやすいかと思います。もう一度、イン、リリース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 。で、前から見てみます。イン、リリース、イン、リリース。慣れない方はここでインしがちですが、ここじゃなくて骨盤です。骨盤を引き上げる、リリース、引き上げる、リリース、イン、リリース、イン、リリース。じゃあ今度サイドいきます。右の骨盤を下げる、反対、左の骨盤を下げる。右の骨盤を下げた時に右の腹斜筋サイドが伸びていきます。で、自然に膝が曲がっていく。反対も、左の骨盤が下がる、腹斜筋が伸びて膝が曲がっていきます。もう一度、右の骨盤ダウン、左ダウン、右、左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 。これを先ほどのインとアウトとつなげて回していきます。で、骨盤をしっかり自分の手で挟んであげると自分の骨盤の動き感じやすくなります。自分の骨盤がどうやって動いているのか、自分の手でしっかり確認しながら骨盤を回してあげます。反対、アウト、イン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 、リリース、イン、リリース、イン。横から見てみます。右回しから、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、
6 7 8反対左回し1 2 3 4 5 6 7 8 OK。フィギュア8です。骨盤を8の字に動かしていくムーブメントになります。まずは骨盤をツイスト。右の骨盤が前、左の骨盤が後ろです。この状態から右の骨盤を斜め前へプッシュ。そのまま大きく遠いところを通って後ろへ。反対、左の骨盤を斜め前へ、で大きくを円を描いて後ろ、右の骨盤斜め前から大きな円を描いて後ろ、円左、ご覧のように2つの大きな円が組み合わさって8の字を骨盤が描いています。左、右、左、右で、この時もヒップサークル同様に足の裏、体重の移動も意識していきます。足の裏、内側から外へとかかっていく。そしてまた右足の内側から外へ。反対も左の足、内側から外へと体重がかかっていきます。しっかり足の裏、体重移動を行いながら骨盤を動かしていくと、より滑らかに、より自然にムーブメント動かすことができていきますので、しっかり足の裏、感覚をつかまえてあげてください。手をつけましょう。右、左、右、左、右、左。じゃあ次は足を閉じてやってみます。足を閉じても同様です。ただ腹筋、腹斜筋にかかるストレッチがきつくなっていくので、より腹筋、腹斜筋を使わないとできないです。しっかり腹斜筋を意識していきます。左、右、左。このフィギュア8の動き、私はよく3ステップとともに踊りの中へ取り入れることが多いです。左、右、左、右、左、右、左、1、2、3、1、2、3、ワン、ツー、スリー。ワンサイドヒップサークルです。こちらの動きは片足ずつ行っていきますので、キャットポジションで行います。横から見てみます。右足からいきましょう。お尻をダウン、後ろ、アップ、前、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 ダウン、後ろ、アップ、前。でこの時前から見ると分かりますが、腰の動きにつられて膝が
開きやすくなってきます。よくこのように慣れないうちは膝がつられてなってしまいますが、ベリーダンスの衣装、スリットがきつい衣装が多いです。膝開いちゃうとちょっとね、しっかり閉じます。膝と膝、内股はしっかり閉じた状態で、初めはすごく辛いと思いますが、膝の位置キープ、膝下長い位置キープした状態で、ダウン、後ろ、アップ、前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 、このように動かしていきます。反対いきます。反対も同様に、膝下長くキャットポジション取ります。ダウン、後ろ、アップ、前、ダウン、後ろ、アップ、前、ダウン、後ろ、アップ、前、ダウン、後ろ、アップ、前。左のお尻が円を描いていく。ダウン、後ろ、アップ、前、ダウン、後ろ、アップ、前、ダウン、後ろ、アップ、前。左の足も同様です。膝が広がらないように、しっかり膝の位置はそのまま、膝下長く、ダウン、後ろ、アップ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 。先ほどは片方ずつお尻、腰で円を描いていきました。今度は8の字を描いていきます。横からいきます。キャットポジション取っていきます。膝下長く、この状態で前、後ろ、前、後ろ、8の字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 、前、後ろ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 、反対。膝下長く、前、後ろ、お尻、左のお尻を8の字、前、後ろ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 、前、8の字にお尻を描いていきます。しっかりお尻を8の字、8の字、8の字描いて、お尻を動かしてあげてください。水を意味するアラビア語のマイヤー、マイヤーという動き、このような湧き水のような動きです。こちらをこのセクションではレッスンしていきたいと思います。慣れるまではかかとが地面から離れても大丈夫です。慣れてきたらしっかりかかとまで地面につけてレッスンしてあげてください。骨盤右アップ、上げたら遠くを通ってダウン、左の骨盤アップ、遠くを通ってダウン、右アップ、遠くを通ってダウン、左、右、左、右、左。この時腹斜筋で骨盤アップで、腹斜筋を伸ばしていくことで丸い円を描いて骨盤をターンしていきます。
腹斜筋がないうちはとてもとてもすごく小さな動きになっていくと思いますが、大事なことは腹斜筋をしっかり使うことです。小さくてもいいので、まずは腹斜筋、骨盤を動かすときに腹筋が伸び縮みしていることを感じてあげてください。でどうしてもこの動きができない方は、先ほどもレッスンした通りかかとアップして構いません。骨盤アップするときにかかともアップ、かかとアップすると自然に骨盤上がるのでイメージつきやすいかと思います。アップ回してターン、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 アップ回してターン。これをつなげて、マイヤー水です、切れることなく常に循環していく動きに変えてあげます。こちらもインフィニティ、無限大の動きでムーブメントできているのを見て取ることができると思います。右左右、慣れてきた方、できる方はかかとをしっかり地面につけて、腹斜筋だけで骨盤動かしていきます。右左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 で、横から見てみます。こちらの動きも 2D な動きなので、斜めにティルトしないように真横です。真横に出していく、真横に回していく動きです。横から見ると何をやってるのかよくわからない動き、そうあってほしいと思います。で先ほども述べたように、腹斜筋がないうちは絶対ずれちゃいます。楽な方向に楽な方向に体逃げていくので、しっかり真横からサンドイッチした時にこのスペースで動かせるように意識して練習してあげてください。エジプシャンフィギュア8です。先ほどのマイヤー、この動きですね。この動きの反対の動きになっていきます。反対になってもエネルギーの流れ、力の流れは一緒です。インフィニティ、フィギュア8、8の字を描いていきます。では細かく説明していきます。ポジションはフラットポジションです。右の骨盤ダウン、ダウンしたら骨盤で何かをすくっていってアップ、反対ダウン、すくってアップ、アップした時、アップしきった時、反対の骨盤はもうダウンしています。そのままダウンからスクープアップ、ダウンからスクープアップ、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 スクープアップ、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 アップ。で、この時もマイヤーと同様、しっかり足の裏、大地を踏みます。ダウンからアップ、スクープアップ、アップ、アップ。で、だんだん大きくしていきます。アップ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 、骨盤をアップして左へ、アップして右へ、アップアップアップ、
手つけます。手アップアップエンダウンダウンエンアップアップエンダウンエンダウンラストアップアップエンダウンエンダウン。マイヤーとフィギュア8、エジプシャンフィギュア8、腹斜筋すごい使う動きになっていきます。ダイエット目的でベリーダンスされる方、くびれにすごい効くので、この2つの動き頑張ってレッスンしてあげてください。ウォームアップエクササイズ4でも行ったウーム8、こちらの動きをテクニックとしてレッスンしていきたいと思います。ウォームアップエクササイズ4では、8の字に骨盤を動かすイメージ、それをベースに骨盤を動かしていきました。ベースのイメージは変わりません。しっかり筋肉の動きを学んでいきたいと思います。まずはこれ何度もやってます。イン、リリース、イン、リリース、骨盤のインアウトをまずやっていきたいと思います。フラットポジション、姿勢しっかり見てあげてください。反り腰にならないようにしっかり背骨、背筋と腹筋で挟んであげます。しっかり骨盤を立てます。この立てた状態で骨盤をイン、尾底骨を丸めるイメージです。 and release インエンリリース、イン、リリース、イン、リリース。尾底骨、尻尾を丸めていくイメージ。エンリリース。おへその下、丹田と呼ばれているところを引き上げていくようなイメージです。エンリリース。イン。エンリリース。もっと分かりやすく説明すると、三角にします。この三角を骨盤に見立てて、おへその下で三角作ります。この三角形、骨盤に見立てたこの三角を上へ向けていく、この状態がいいんです。アウトの状態はこの三角形が下を向いた状態。もう一度イン、エンリリース、アウト、アウト、リリース、イン、リリース、アウト、リリース、イン、リリース、アウト。でこちらのアウトの動き、基本的に女性は腰の方が強いです。反り腰になっている方、基本の姿勢がアウトの方が多いので、アウトはあまり意識しないでも大丈夫です。アウトよりもニュートラル、リリースの状態です。リリースの状態がこの三角形がしっかり正面を向いていること、こちらをしっかり意識してあげてください。この状態からこの三角を上に向ける、これがインの状態で、一つ気をつけてほしいのが、この三角形を使って意識していくと、骨盤、先ほどやりましたね、おへその下、丹田を引き上げていくイメージ、尾底骨を丸めていくイメージで丸めていくところではなく、この三角形を上に向ける、ここ、なんだろう、胸の下を曲げて骨盤を上に向ける、間違った体の使い方してしまうケースがよくあるので、イメージだけこの三角形で捕まえてあげてください。イメージが体の中に浸透していった後は、しっかり丹田、おへその下を引き上げる、尾底骨を丸めていく、
このイメージ、この体の使い方で骨盤のインアウト、インリリース作ってあげてください。ウームエイトリバース、先ほどのウームエイトの反対回しです。そのままです。さてやっていきます。先ほどは前に体重持ってた時、前へ軸を傾けた時にインでした。今度は反対です。後ろに重心持ってた時、後ろに軸を傾けた状態でイン、前に持ってきてリリースです。後ろに持ってってイン、前でリリース。ウーム8と同様です。骨盤が8の字にインフィニティを描いて動いていきます。後ろでイン、前でリリース、後ろでイン、前でリリース。骨盤が8の字を描いているイメージ、しっかり持ってあげてください。ウォームアップエクササイズでも話しましたが、この動き本当に子宮を温めるのに効果的な動きです。だいたい子宮のトラブル、女性器の問題は冷えから来ていると言われています。しっかり骨盤を温めてあげることで、子宮を温めてあげることで生理痛など女性器のトラブル改善されていきますので、この動き絶対おすすめです。ぜひやってみてください。先ほどのウーム8、そしてリバース、ウーム8リバース、この2つぜひやってみてください。ボディアンジュレーション、アンジュレーション、うねるという英語ですね。ボディがうねる動きです。そのままです。この動き、先ほどやったウーム8、そしてずっと前にやったチェストホイール、この2つを組み合わせてステップとともに動いていくムーブメントになっていきます。チェストが先か骨盤が先か、よくレッスンで質問されるのですが、下から上、内から外、これが基本です。骨盤から全ての動き作っていきます。ウーム8が先です。ウーム8をしながらチェストホイール、イン、イン、アップ。あまりこの動きをやるときに骨盤だ、チェストだと考えて、バラバラに考えてしまうとすごくちぐはぐな動きになってくるので、骨盤の動き、ウーム8の動きに自然に胸がついていくと、胸が勝手にチェストホイールしていると思います。すべては骨盤の動きに身を任せてあげてください。真横から見ます。ウーム8にチェストがついてる、チェストホイール、背骨が大きくうねっているのが分かると思います。これがボディアンジュレーションです。このボディアンジュレーションをしながら実際にステップしていきたいと思います。ステップするタイミングはウーム8と同じタイミングです。よく見たことがあるような動きになっていると思います。で、アップしていこうかな。背骨を大きくねらしていく。
け右、左、右、左、右、左、右。ウーム8、骨盤の動きが先です。骨盤が先でチェストが動く。でダウン、ボディアンジュレーションリバースです。先ほどやったボディアンジュレーションの反対です。さあ早速やってみましょう。今回はキャットポジションでやってみます。キャットポジションになっても全く一緒です。ウーム8、ウーム8リバース、ウーム8リバースをチェストにつなげていく。背骨が大きくうねっているの見れるかと思います。キャットポジションにすると背骨の動きちょっと硬くなっていくかもしれませんが、背中の筋肉右と左あります。右のキャットポジションを取っている時、右の背中筋肉がより負荷がかかって鍛えられます。で反対、反対のポジション取った時は今度は左の筋肉、左の背中の筋肉が鍛えることができると思います。で背骨の動きしっかり見てあげます。下から上へとうねっていくボディアンジュレーション。骨盤の動きはウーム8リバースです。ウーム8リバースをチェストにつなげていく。上へ、頭から抜けていくイメージです。インアウト、そのまま背骨を通って上まで、In and up. 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 これがボディアンジュレーションリバースです。こちらの動き、踊りの中ではアクセントとして使うことが多いので、これをひたすら何回も何回もやることはありません。アクセントとしてダダ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 踊った後、ダッ、たまにちょっとしたアクセントで使っていくので、まあまあ重要な動きです。レッスンしてみてください。ナチュラルムーブメント、ナチュラルな動きとは、私は出したら入れる、入れたら出す、受け取ったらしっかり伝えていく、こういうエネルギーの循環をしっかりできる動きだと思います。ベリーダンス同様です。すべての動き、吸ったら吐く、入れたら出す、すべては下から上へ、内から外へ、大地の力を外へ、内なる力を外へと伝えていく動きです。しっかりレッスンして素敵なダンサーになりましょう。ショルダーバンプです。このようにフェミニンな動きを作っていく動きになっていきます。では始めていきます。キャットポジションで行っていきます。手を広げて肩甲骨を前へプッシュ、
反対もプッシュ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 。これにアクセント、ヒットを加えていきます。ブンブンブン、叩くようにバンプバンプ、前へ強く押し出す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 。2 3 4 5 6 7 8 9 10、片手ずついきます。右手から前2 3 4 5 6 7 8 ダブル、ブン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 、トリプル、1 2 3 1 2 3、パンプ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 。反対いきます。シングルから、パンプ2 3 4 56 7ダブルです。ブン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 、 and 4 5 6 7、 今度はトリプル、ブン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 、 1 2 3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 。ヒップドロップです。ヒップドロップよく見たことがあるかと思います。それくらいすごく馴染みのあるムーブメントになっています。さあやってみましょう。まずはキャットポジションを取ります。左足軸から始めていきます。お尻、このヒップドロップとても軸足に負担がかかってくる動きです。軸足疲れてきてお尻が出ていきます。出ていかないようにしっかりお尻はタイトにしまってあげてください。この状態、膝下長いキャットポジションのポージングの中から腹斜筋ギュッと縮めていってお尻アップ、腹斜筋の筋肉一気に緩めてドロップ、もう一度腹斜筋を縮めます。一気に力抜いてドロップ、もう一度アップ and ドロップ and アップ and ドロップ、アップドロップ and ドロップ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  and ドロップ。横から見てみましょう。この時右足ほとんど体重乗ってません。99% 軸足、左足に体重がかかってます。極端に言うとこの状態でもヒップドロップができるぐらい右足には何の体重もかかっていません。それを意識した状態でもう一度いきます。腹斜筋縮める、一気にリリース、ドロップ、縮めてドロップ、縮める、
ドロップ、エンドロップ、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 ドロップ。オッケー、反対いきます。今度は右足が軸です。左足、膝下長く、キャットポジションです。同様に右の足、疲れてきたなと思ってお尻乗らない、しっかり骨盤は立てます。 OK、 左の腹斜筋縮めて、 and drop and drop 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 drop。ナチュラルムーブメントでやったワンサイドヒップサークル、ワンサイドフィギュアエイト、こちらと同様にヒップドロップ、この動きもお尻の動きにつられて膝が開きやすい動きです。膝が開かないようにしっかり膝は前、内ももはしっかりくっつけてあげます。続けます。エンドロップ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  and ドロップ。反対いきます。今度はダブルでいきます。せーの、ドロップ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 。反対、 and ドロップ、ドロップ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 。こちらのヒップドロップの動き、今ドロップに意識を置いているのでヒップドロップです。逆にアップの方に意識をするとき、ヒップアップって呼ばれています。アップするとき、こっちですね、アップ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 、これはヒップアップです。アップにアクセントがあるからヒップア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 ップ。ヒップドロップは落とす落とす、引き上げて落とす、引き上げて落とす、落とす落とす。アップもドロップも両方踊りの中では使われます。両方コントロールできるように腹斜筋鍛えてあげてください。ヒップバンプです。ヒップが跳ねる、バンプ、跳ねるという意味がある英語ですね。ヒップを跳ねさせていきます。ヒップバンプの動きに入る前に一つエクササイズを入れていきたいと思います。このエクササイズをすることによってヒップバンプ、よりアトラクティブに動くようになります。それでは始めていきます。分かりやすいように後ろ向きます。軽く自分が楽な体勢で大丈夫です。足を広げてあげてください。足を広げたらお尻、お尻のお肉全部外へ出しちゃいます。自分のお尻のお肉を全部外に出したら、座骨という骨、お尻の骨ですね、が感じることができると思います。その座骨の上にしっかり座っていきます。この状態でお尻とお尻キュッと一つにします。 and release、 もう一度キュッ and release and キュッ release キュッ and キュッ and キュッ。で、今度は片方ずつです。まずは右から、右のお尻だけアップ、リリース、スクイーズ、エンリリース、スクイーズ、リリース、スクイーズ、リリース、スクイーズ、リリース、スクイーズ。反対いきます。左もスクイーズ、スクイーズしてお尻アップ、エンリリース、ギュッ、エンリリース、ギュッ、リリース、ギュッ。リリース、交互にいきます。右左右
左、右、左、右。早くします。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス。早くします。トゥ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 。できる方はもっと早く、タカ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 。今回ナチュラライズベリーダンスではこの趣味、このヒップの動き扱いませんが、これを立った状態でやるとヒップ趣味という技になっていきます。余裕がある方はそちらも目指して高速でお尻が動くようにレッスンしてみてあげてください。右に壁があると思ってください。あなたのお尻はゴムボールです。その壁にゴムボールをぶつけていく。反対、ぶつける。この時ゴムボールのような自分のお尻イメージしてあげてください。鉄球だと止まっちゃいます。しっかり跳ねる動き、しっかりお尻を跳ねさせていく。バンプ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 。手で寄って広げます。右へバンプ、左へバンプ、右、左、右、左、右、左、右。しっかり跳ねる、お尻が跳ねてく、跳ねる跳ねる跳ねる。ダブル、ブン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 。2回ずつ、パンプ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 。シングル、パンプ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  and パンプ。 OK。 先ほどは横にパンプしていきました。今度は前へパンプしていきます。前にパンプ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 。お尻を弾く弾く弾く。イメージ的にはこうアッパーしてるようなイメージですね。お尻でブンとアッパーしてるようなイメージでバンプ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 。 OK。 今度は後ろです。後ろは簡単です。ブンブンブン。膝を伸ばしてあげるだけでお尻勝手にバンプしていくので後ろは簡単。バンプ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 。反対もバンプバンプ。でも膝の力に頼りすぎないようにしっかりお尻もバンプ弾いていく。弾く弾く。ゴムボールのようにバンプ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  and バンプ。前横後ろ、これを続けてやってみたいと思います。前からいきます。右 and 左、今度横です。右左、今度後ろ、右後ろです。 and 右 and 左横右左前前横後ろ後ろ
後ろ、後ろ、横、前、もう一度前、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、エンド、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、エンド、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。で、これの、この動きで、前と横と後ろ、すべてのバンプが練習できます。前、前、横、横、後ろ、後ろの順で、全方向、レッスンしてみてあげてください。バンピングステップです。別名トライアングルステップとも呼ばれています。ヒップバンプをステップと組み合わせた動きになります。それではやってみます。右ステップ、左バンプ、左ステップ、右バンプ、続けます。右ステップ、左バンプ、左ステップ、右バンプ、右、左バンプ、左ステップ、右バンプ、ステップ、and バンプ、ステップ、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 バンプ。これが基本になって、手をつけたり、ちょっとスペースがないので前後の動きはできませんが、前に行ったり後ろに行ったり、これでトラベリングステップとして踊ることができます。バンプ、バンプ、ステッ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 プ、バンプ。ではバンプする方向に手を伸ばす。バンプする方向に手を伸ばしていきます。バンプ、ステップ、バンプ、ステップ、バンプ、ステップ、バンプ。もしくはお尻を強調したいときは、お尻を実際見てあげる。ステップ、バンプ。ステップ and バンプ、ステップ and バンプ、ステップ and バンプ、ステップ、バンプ、ステップ、バンプ、ステップ、バンプ。もちろん手がそのままの状態でバンプすることも可能です。ステップ、バンプ、ステップ、バンプ、ステップ、バンプ。ステップ、バンプ、ステップ、バンプ、ステップ、バンプ、ステップ。手を下に下ろすことも可能です。バンプ。たくさんバリエーションがハンドのムーブメントでできていきます。バンプ、ステップ、バンプ。これはサイドのヒップバンプを使ったバンピングステップです。今度は前に行くバンピングステップ、ステップ、バンプ、ステップ、バンプ、ステップ、バンプ。横から見ていきます。右足から右ステップ、左バンプ、左右バンプ、ステップ、バンプ、ステップ、バンプ、ステップ、バンプ。反対いきます。ステップ、バンプ、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 ステップ、バンプ。ダブルカウントでいきます。
5, 6, 7, 8. Step, bump, s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 tep, bump. 反対。And step, bump, 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 step, bump. で、今度はバックステップです。後ろにバンプ、バンプ。後ろに行くときは自分のお尻を見てあげるととっても可愛い動きになっていくので、お尻を見る。バンプしたお尻を見てあげます。バンプ、バンプ。反対。バンプ、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 バンプ。後ろから見てみましょう。バンプ、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 バンプ。ダブルでいきます。5、6、ダブルカウント。ブンブンブン、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 ブンブンブン。もう一度。5、6、7、8。ブンブンブン、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 ブンブンブン。このようにステップするとき、バンプを少しだけ入れてあげることでグッとフェミニン度が増していきます。バンプをしっかり練習して可愛い動き作っていきましょう。趣味です。こちらの趣味の動き、ベリーダンス独特のユニークな動きになっています。このベリーダンスやる踊る上で趣味という動きは欠かせない動きです。趣味のレベルを見ることでこの人のベリーダンスの熟練度具合が分かると言われるぐらい、趣味はとても難しくてテクニックがいるとても大切な動きになってきます。それではレッスンしていきます。一番オーソドックスな趣味の動きは膝を使った趣味です。その次によくやるのはヒップを使った趣味。とても特殊なんですが、フリッターと言われるこういう動きですね。お腹をペコ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 させてやる趣味の一つです。この3種類が大まかに言ってあります。ここでは一番オーソドックスな膝を使った趣味をやっていきたいと思います。さあ、趣味は先ほどのショルダー趣味同様です。力を抜くということがとても大切になっていく動きです。膝の力を抜くことによって骨盤がゆら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 動いていきます。ここで大切なのは膝の力を抜くということです。膝の力なかなか抜けません。特に早く動かそう早く動かそうとするとどん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 膝が固まります。膝が固まってしまうと膝痛める原因になっていきます。膝の力を抜くイコール趣味、それくらいの勢いでしっかり体に叩き込んであげてください。さあ、横から見た方が分かりやすいかな。右の膝力抜きます。左、右、左、右。膝かっくんされたようなああいう感じで膝が抜けていく。膝の力が抜ける。膝の力抜けるんだけどしっかり軸が下から上へと伸びていることでバランスは崩れません。膝の力を抜けた時にバランスが取れませんという方がたまにいらっしゃいます。そういう時は下から上へと伸びていく軸をイメージしてあげてください。続けます。右、左、右、左、右、左、右、
左、右、左、右、左、右、左、早くします。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、早くします。タカ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 。私の膝見てあげてください。膝固まっていません。常に柔らかく前後に動く膝見てあげてください。 NG です。確かに腰揺れてますね。でも膝は固まっている。この状態だと膝すごい負担かかります。膝は力を抜く。膝の力を抜いて骨盤を揺らしてあげます。タカ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 。一定のリズムで膝を前後してあげる。これが重要になってきます。一定のリズム、これが難しい。私は普段レッスンでメトロノームを使ってます。メトロノームの動きに合わせて メトロノームの音に合わせて膝を前後に力を抜いて動かしてます。ティクタク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 。さらに速いリズムでタカ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 。ゆっくりから速く、またゆっくりから速く、これを繰り返していくことで徐々に徐々にコントロールできるようになっていきます。前から見てみます。右、左、右、左、右、左。でこの時正面から見たら分かりやすいかと思います。右足の力が抜けた時、こうやって傾かないように、こうトントンって体重まで移動しないこと。しっかり軸はセンターにあります。右、左、右、左、右、左、早くします。右、左、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 右、左。さらに早く、タカ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 。腰の動きキープしながらアップ。ダウン、両手アップ。エンダウン、もう一度アップ。膝固めないように、ゆるゆるい膝。エンダウン、今度はアップする手と一緒にだん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 大きくアップ。今度は小さく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 、膝は固めない。小さいところからだん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 大きな趣味へ。大きい趣味から小さな趣味へ。ラスト1回アップ。だん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 大きな趣味へ。小さく。最後は趣味が消えてなくなっていきます。 OK、 以上趣味です。これで以上でアトラクティブムーブメントはおしまいです。ナチュラルムーブメント、アトラクティブムーブメント、どちらがどうのこうのではなく、すべての動きを行ったり来たり前後左右しながら一連の流れで学んでいってあげると素敵なダンサーになれると思います。次回からは振り付け
やっていきたいと思いますので、ぜひまた一緒にレッスンしましょう。Bump, bump, bump, bump. Shimmy.